はい、皆さんこんにちは。ハルカツチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、録画にて、日本製のアナグラム、お届けしたいなと思います。早速いきたいと思います。日本製三浦春馬さん著書、日本製に隠された暗号を解読する、春馬三浦ズシークレットメッセージいきたいと思います。はい、 BGM 消しました。まずはじめにですね、この配信、北海道からですね、順に、降りてきまして、ようやくね九州の方にも、入ってきたところなんですけども、初めてねまた配信を見られる方もいらっしゃると思いますので、ざっくり簡単にですけどご説明をさせていただこうと思います。画面の通り、三浦春馬さん日本製の47都道府県の暗号ということで、三浦春馬さん著書日本製では47都道府県すべてのコラムと、おそらく手書きのタイトル文字にも目の漢字が多数あり、暗号だと思われます。このコラムは三浦春馬が考える未来継承というタイトルで日本製に収録されていますが、初出はプラスアクトという雑誌の連載で、それが本に再収録されているものだと言っています。ですのでこのコラムがですね、書かれたのは取材時ということになります。春馬さんはこの連載で約4年半の期間を費やしており、連載開始はおそらく鹿児島の2015年12月、かなり前からですねこの暗号の構想をお持ちであったということになります。そしてこの本の発売日ですね、春馬さんの誕生日4月5日でした。年は2020年の時です。その誕生日に春馬さんはインスタグラムで暗号の解読方法、目の前にある絨毯イコール目の前にある字 U ターンと回るで転じて目の後ろの字アナグラムを発表したのです。春馬さんはこの本がですね書店に並べられているのを確認してからですね、解読方法をインターネット上で、公開しました。まずはですね、コラムの目の漢字と目の後ろの字を抜き出しました。で、太字が目の後ろの字で暗号になります。そして解読をしていてですね、驚くことに、衝撃的な話が多数出てきます。解読者の自分もここまでの内容と思っていませんでした。ここから先はぜひ心の準備をしてから読み進めてくださいということで、解読者の自分というのはですね、明智真九郎さんという方です。これは、ご自身の名前なのか活動名なのかね、わかりません。この方がですね、今この地球上で生きているかどうかっていうのもわからないです。はい、特に著作物は、ございませんので、この動画は私の方が、受け継ぐではないですけど、そういった形で、こういったインターネット上でですね、アナグラムを読み解いて、解読をさせていただいております。いきます。佐賀県2016年5月2行目、これは目の入っている漢字です。そしてこの目の入っている
漢字の次にある文字を抜け出してみました。はい。それが3行目ですね。で、これをですね、すべてひらがなに直します。それがこの4行目の通りですね。はい、読んでみたいと思います。ぶ、しつ、やな、だいから、ださいは、重機。もう一回いきます。ぶ、しつ、やなだ、いからだ、さいは、重機。ちょっとね、これだけを読めというと、なかなかちょっと読み方もね、難しいところなんですけど、まあ、これをですね、このひらがなを、また正しいね、文章になるように、並び替えます。正しい文章に並び替えます。並び替えた文字は次の通りです。この太字の通りですね。はい。読み上げます。やない、だだしから、先物収賄。もう一回いきます。やない、だだしから、先物収賄となります。皆さんなんとなくわかりますかね、これ。ある方のですね、名前が入っています。この文字の中に。はい、で、まあ、これを私、見るまでね、どういった人物かっていうのはよくわからなかったんですけども、まあ今もそこまで調べてないのでわからないという、まあ現状ではあるんですけども、ある人物の名前が入っています。で、この人物は、まあインターネットでね、検索すれば普通に出てくる人物です。はい。まあ、皆さんもね、この動画を見てからでもいいので、まあ、その人物について、調べてみてもいいかなとは思います。はい。そして、この太字の文章をですね、漢字、またカタカナなんかをね、使いながら本当に正しい文章に直していきます。その直しました文字、文章、次公開したいと思います。この下にあります。それではいきますね。はい。読み上げます。黄色い読みの通りです。やない、た、まるし、から、先物、収賄。もう一回いきます。やない、た、まる、し、から、先物、収賄。まるというのはですね、まあ、ある人物の名前と言ったので、ここでははっきり、申し上げません。ですので、まあ、まる、記号のね、まるを入れてます。やない、たの次に丸を入れて、し、ね。この人物からですね、まあ、先物収賄をしていたということを、春馬さんがここで、まあ、内部告発というか、ね、まあ、暴露というのかね、言っています。まあ、普通に考えてですね、こういう文章にならないわけですよ。ただ、春馬くんが意図的にですね、こういう、メッセージ、ね、まあ、アナグラムの暗号をね、残しているっていうのが、まあ、かなりの可能性が高いっ
ていうふうに、まあ、伺いますよね。先物。まあ、先物と言いますよね。ここにはね、先物、先物って書いてありますけど、まあ、先物収賄とか言いますよね。まあ、このひらがなでは先物ってあるんですけど、まあ、これ先物。ね。先物。正しくは先物ですよね。先物。先物取引。ね。先物とは先物。先物というのは、まあ、先物取引のことですよと。で、収賄。ね。これは皆さんご存知かもしれないですけど、まあ、賄賂。ね。賄賂を受け取ること。収賄。賄賂を受け取ること。はい。先物取引。先物取引とは、将来のある日、過去決済期日に、現在約束した価格で商品を売買できる取引のことです。売買される商品としては、大豆やトウモロコシといった農産物や、石油、貴金属、形のない株価指数といったものまで取引されています。先物取引というのは、まあネットで調べたらこういうふうな説明が出ていますということで、まあ公開をさせていただきました。はい。今回はですね、佐賀県、328ページにあるですね、目のある漢字をまず抜き出して、その目のある漢字の次にある文字を抜き出して、で、それを正しい、ひらがなに直してから文章に並べ替えると、こういう黄色い帯の通りの文章になってしまうということです。はい。皆さんこれちょっと調べてみてください。ネットの方で。ね。ここの丸に何が入るかっていうのは、多分、言ってもいいかな。この丸に入るのは、だです。だが入ります。はい。この上の説明ではね、ひらがなではだだしとなってますよね。はい。まあ、こういうのはね、他のね、暗号にはあるんですけど、ね、こう、だをね、たにしたりとか、でをね、てにしたりとか、字を死にしたりとか、そういうことはね、あります。この丸の部分には、だが入ります。はい。ということで、はるまくんが、残していた、暗号はですね、ここでは、やない、た、丸。しから先物収賄、まあ先物収賄っていうことですかね、となります。はい。いかがだったでしょうか。まあ、お昼にね、前回ライブ配信をさせていただきましたが、やっぱりね、お仕事中の方もいらっしゃって、夜配信する時と比べてはやはり視聴者の方がね、まあ、かなり少なかったので、今回は、これをまあ録画して、まあ、夜のね、何時かな、10時にしましょうか。夜の10時にアップします。ですので、まあ、皆さんがこれを見ていましたら、まあ、夜の10時以降にはですね、アップされているものと思います。まあ、
時間をめがけてね、皆さんにこう告知をすることで、よりたくさんの方にね、この配信を見ていただけるものと思っておりますので、どうぞ皆さん、この動画を見ていただいて、高評価よろしくお願いします。そして、たくさんの、春友さん、そしてお知り合いの方、ご友人ご家族の方にですね、ご周知いただきますようにお願いをいたします。はい、それでは、今回日本製のアナグラムの暗号ですね、生前三浦春馬が残したかった、どうしても公開したかったこの暗号っていうのを、佐賀県ということで、紐解いてみました。以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。